ここからは羅生楼に泊まる人しか入れないそうです。この木静かです。いい香りがします。DVD が貸し出しができるそうです。あまり数はないですけど。このエレベーターで1階まで行きます。今日のお部屋は和みです。アルコーブもあって一軒家です。大丈夫かな。普通の一軒家です。鍵も玄関の鍵です。28度ぐらいになってるので、ちょっと肌寒いかな、この時期だと。こちらは和室。お夕飯は別なんですけども、朝食付きなので、朝食を部屋食で選びました。多分こちらにルームサービスで持ってきていただけるんですけど、こちらでいただくことになると。ここだけでも十分広い。なんとおトイレ2つついてます。1つ目のおトイレ、リビング、なんとこのシーズン特別仕様です。どうぞ。夏に来たいですね。バーコーナー付きです。料金は別になりますが、いくつかアルコール類もあります。ソフトドリンクなどはフリーだそうです。
DVD 借りたくなります。こちらはパウダールームになります。洗面ボウルが2つあるので、それで2つ目のおトイレ。床暖房です。あったかい。あ、これありがたいですね。露天風呂付き。先ほどのプールもですが、源泉かけ流しだそうです。入るのが楽しみですね。クローゼットルームまであります。バスローブがあって、ガウンもあります。これが部屋着。これでホテル内は歩いても大丈夫だそうです。それと浴衣、これは普通の浴衣です。ただレンタルで色浴衣があるので、楽しみたいと思えばそちらにすればいいと思います。さあ、ベッドルームです。あー、意外、天井高くて広いですね。2台です。4人ぐらいで泊まれますね。こちらのお部屋にも空気清浄機です。さっきリビングにも置いてありました。ここからもプールが見えます。プールの先にはジャグジーがあります。ちょっと落ち葉が、苦しいだったんだよ。
はい。